崎赤牛マシマシ TV! はい、でっぜっってことでね、今回、ネジ式という、あの、幡ヶ谷にある有名店でございますので、なるほど。ちょっと見ていきましょう。ね、京王線幡ヶ谷駅、まあ、北口からね、4分ぐらいで着くよという、はいはいはい、お店でして、恵比寿にあるですね、みはるというお店から独立した店長さんのお店なんですね。なるほど、はいはい。はい。みはり池袋にもありますから、あっちが本店ですからね。本店というか1号店か、うん、ね。でメニューは、まあ、ラーメン、鶏白湯、味噌ラーメン、つけ麺、混ぜそばね、そしてトッピング麺大盛り、ビールなんかもございます、はい、ね。そして今回選んだのは、初の訪問なんですけども、混ぜそばを非常に食べたかったんだよ。あー、なるほど、混ぜそばを。そうなんですよ、特混ぜそばというのを今回は選んでおります。さあ、時間こちらです。おお、いやー、これですよ。この中で特に僕やりたかったのはこのチーマヨという、でコールは一切なかったんですけども、ニンニクは初めから入ってます。なるほど、はい、はい、で特にしますと、豚が4枚、肉そぼろ、生卵、煮卵が選べて、今回は生卵では、あ、生卵を選択しています。でチーマヨが混ぜそばでしか頼めないトッピングなんで、うん、なるほど、チーマヨが欲しかったです。そうなんです、そばで。その通りなんですね。そして豚いきましょう、ね。豚の初期設定でね、マヨかかっちゃってますけども、マヨラーなんで、それはそれで感動。感動。それはそれで感動です。なるほど、かかっててもね、うん。では、豚のこのほんのり返しとマヨの酸味、これ、うまさ分かりますか？このマヨネーズと醤油のうまさ。マヨ好きすぎてテンション上がってるよ。いや、なんでもか、寿司にもかけるぐらいの。やつなんで、僕は、一部の寿司ですよね。で青のりがまぶさってお好み焼きみたいですが、もちろん味は醤油で、卵はですね、全体に混ぜるよりも部分的に集中して食べる方が僕は好きですよというだけ。まろやかなところとか、はい、はい、好きか嫌いかはね、発表してますけども、生卵使われた、まあ、好みはね。そう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 、珍しいけど、まあ油もしっかり入ってますんで、はいはい、まろやかさに拍車がかかるといった上で、麺ね、結構結構太いんですよ ね、 太いっすね。かなりの太さ、目で見てわかるレベルの。ちょっとそうでしょうね、よーく混ぜていきますけども、硬そうだね。硬い硬い、これあの蓮見のちょっともう一歩手前ぐらいまで、そんなに、足突っ込んでますよこれ。本当に突っ込んでる、突っ込んでます。蓮見に突っ込んでる足一歩、うん。そしてきました、チーズ。色合いからしてこれおそらくチェダーチーズではないかと、チェダリングしたチーズのことです。チェダーチーズというのは、チェダリングについては検索してください。チェダリングで、関西のラーメン層では実はこのトッピングよくあるんですけども、はいはい、関東でのスライスチーズあんまり見ないんで、うん、これは夢でした僕の。なるほど、はい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 、チーズのね、このツルプト、ツルペタ感をバキブトの麺をくるんで食べるとですね、初体験なんでうまく表現ができません。うまかったです、非常に。でさらにそれを上回るこのそぼろね、はい、そぼろが入ってるんですよね。うわっ、うわ、あ、そう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 、これね、返しにね、バターが入ってると思われる味がしたんで、これをそぼろが吸収して、まあバカうまですよね、とここでよく見てください、よく見てくださいね。これはもしや、あれ、これはあら、これ見たことありますよ、こう何かしてる。最近ちょっと多いですね。ちょ、ご覧ください一回。すいません、ちょ、ニンニクが入ってなかったんじゃない？はい。あ、そうですか。すいません。あ、入ってた。いやー。ちょ、いちゃもんつけてない。いや、すいません、あ。入ってたようなんですけど、あまりに僕がね、そう、マシマシニンニクに慣れすぎちゃって、そう。あの、すいません、ちょっと勘違いをしてね、いっぱい入れてもらったんですよ。テンションが気使ってくれて、ニンニク適量にしてくれてたのに。本当にね、ニンニクばかりになっちゃってね、本当すみません、ありがとうございます、店長さん入れていただいて途中で。いや、ありがたいですね、本当に嬉しかった、ニンニクやっぱり辛めですよね、やっぱり。でも強めの沸き方ね、そして濃いめの返しにはやっぱりこれくらいのニンニクがちょうどいいということで。いや、もう基準がおかしくなってるね、多分かなり辛いニンニクなんで、多分ね、あの普通のデフォルトサイズでちょうどいいと思いますよ、皆さんには。まあ、そうでしょうね、うん、うん、それだけは言っておきます。で、混ぜそばのこの、まあ、返しですね、醤油感は実は抑えめ、どちらかというと旨味成分が強い、うん、ね。ただね、やっぱ序盤のね、あのバターの風味がもう忘れられない思い出と、もう思い出になってる、化している、うん、まあ、食べ終わってないのにまだ。この夏休み一番の思い、あ、もう夏休み終わってるか、終わってる、この秋、夏休みがあったの、この秋一番の思い出、まあね、返しや胡椒はないんですけども、はい、十分すぎる美味しさでございました。もう感謝だよ、もう、まあ、美味しいもんで、ね、ありがとうございますね、石木さん、ありがとうございます。
生の隅でいきましょう。よいしょ。コール自体はございませんが、マシマシレベルは平均値は 86.5 ということでございました。よいしょい、 86.5、ありがとうございます。ということでね、最後ね、いやちょっと店長さんと少しお話ししたんですけども、はい、芸人さんいっぱい来るよっていう話もね、はいはい、あったんで、いやその中の一人だと思っていただいてありがとうございます僕も。あ、なるほど。でも杉吉春はやっぱ好きなんですけど、あそこは。あ、いや、そういうことでしょうね、やっぱりね、うん、じゃなきゃオリジナル発声で店名を、何しようかな、ネジ式とはならないでしょ。まあまあそうですよね、多分ね。あ、そう、混ぜそばのチーマヨ、皆さんもぜひ食べてほしいけど、僕はラーメンを次食べに行きたいということで、うん、ごちそうさまー、ネジ、はい、ネジ。Thank you.